ナショナルトレーニングセンターは、スポーツ振興基本計画を受けて設置されている、日本のトップレベル競技者用トレーニング施設、中核拠点と競技別強化拠点がある。中核拠点には命名権が導入され、2009年5月11日より、味の素ナショナルトレーニングセンターと呼ばれている。NTC e ースト開業前の NTC ウエスト、 現在と異なりパラリンピックのロゴがない味のもと、ナショナルトレーニングセンターイースト正面出口一般に、ナショナルトレーニングセンター中核拠点を指して、単にナショナルトレーニングセンターという、NTC 中核拠点施設は、北京オリンピックに間に合わせる形で、370億円かけて国が設置した、独立行政法人日本スポーツ振興センターが管理し、 JOC が運用して JOC 加盟団体所属の競技選手強化目的で利用されている。隣接地には国立スポーツ科学センターがあり NTC 中核拠点と連携している。JOC エリートアカデミーが設けられ、ジュニア期からトップアスリート育成され、平成25年度は中学1年から高校3年まで育成されている。 国立西川岡運動場跡地に立つ施設には、屋内テニスコート、屋内トレーニングセンター、及び移転した国立国語研究所の跡地に宿泊施設があり、10上、駐屯地赤羽地区の跡地には、屋根付きの陸上用トラックがある。一連施設の建設、運営管理費用は主に、日本スポーツ振興センターの事業の一つである、スポーツ振興くじの益金によって賄われている。 いずれも東京都北区にある NTC 中核拠点施設を管理する日本スポーツ振興センターが同施設の名称も管理しているがその命名権をナッシュから JOC が預かり売却先を探していた2009年5月11日 JOC と味の素との間で命名権売買について契約がなされ同日より4年間 NTC 中核拠点施設は味の素ナショナルトレーニングセンターと呼ばれることになった。これは国立施設として日本初の命名権導入例である。消費税を除いた契約金額は1年あたり8000万円、4年総額で3億2000万円。この命名権量の半額がマッシュに入る。味の素は JOC ゴールドパートナーの契約も同時に行っており、 命名権料と合わせて4年総額で8億円前後を支払う見込み。また、敷地内の食堂に味の素提供の調味料やサプリメントが用意され、それらを応用した栄養指導も行う。国内既存施設に対して国が指定して施設所有者に出資し、施設所有者が管理する。運用ディレクターも設置される。JOC 加盟団体所属の競技選手が優先して、 使用できる。NTC 競技別強化拠点施設は、冬季競技、海洋、水辺系競技、屋外系競技、及びコーチトレーニングの4分野に分類される。2007年から逐次指定されている。命名権による名称味の元ナショナルトレーニングセンターに関するカテゴリー。ありがとうございます。